デスロードゾメケツは2007年に制作されたエミリー・ブラント主演のホラー映画である。プラが起きた悪魔にてメリル・ストリープのアシスタント役を演じてゴールデングローブ賞の助演女優賞にノミネートされたイギリス出身の若手女優エミリー・ブラントとヒストリー・オブ・バイオレンスのアシトン・ホームズが共演した本作。クリスマス休暇にもかかわらず雪山で会えなく立ち往生を余儀なくされた 男女二人の学生に起こる恐怖の人よを描いている。放題には染め血というサブタイトルがついているが、暴力やスプラッターなどの描写は一切なくオカルトに焦点を絞り、全体の60%が一台の車の中という異色性が逆に恐怖を盛り上げている。また雪山という舞台も心霊的な恐怖を盛り上げる要素の一つとなった。主人公たちが ホラー映画などにありがちな単なる恋人同士のカップルではないという設定。そしてメインキャストをはじめ登場人物たちには一切役名がないという点も異色である。日本では劇場未公開に終わったが制作葬式にはトラフィックでアカデミー監督賞を受賞したスティーブン・ソダーバーグと俳優のジョージ・クルーニーがなお連ねており、一風変わったホラー映画として楽しむことができる。 クリスマス休暇でデラウェアにある実家へ戻ろうとしていた女学生は掲示板に貼ってあった同乗者モトムの張り紙で知り合った男子学生と共に帰省することに道中の車内は微妙な空気が漂っており話すたびにやたら自分のことに詳しい男子学生に気味悪さを感じた女学生の態度でさらに空気はよどんでいたそんな時運転していた男子学生は 本線から離れて、近道と言いつつは気道へハンドルを切る。そのことに腹を立てる女学生だったが、しばらくしたところで対向車が迫ってきたことで、車は道から外れて立ち往生してしまう。辺りは一面雪山で、誰一人として人が住んでいる気配はない。車が道を外れた衝撃で、ガソリンも漏れており、エンジンもかからなくなってしまった。寒さで凍える二人のもとへ、 一人の警官がやってくる。ありがとうございます。